バンカーバンカーに行ってしまった。バケた今。珍しい名前さんに名前さんに。上がってた。でも真ん中。真ん中ですね。よかった。うん、ナイス。よし。大丈夫そう。深くない？あのバンカー。ねえ、やだよ。皆さんバンカー好きですか？バンカー好き。嫌い。嫌い。苦手苦手。なんかやっぱバンカーってさ、練習できないじゃん。できない。だからさ、もう現場でやるしかないからさ。多分経験が少ないんだろうね、バンカーの。確かに。なんか恐怖心しかないもん、バンカー好き。硬かったり柔らかったり。そうそう。その日にもやっぱ。そう、いつもドキドキしながら打ってる。でもプロってバンカーへっちゃらみたいな感じだよね。そうそう、寄せちゃいますもんね。そう、なんか変なライ打つよりバンカーの方がいいみたいな。確かに。ああ、霊気が助けてくれてる。おお。わ、すごい。ミラクル。とはいえ打ちにくい。8番アイアン。打ちにくい。とはいえ難しい。めっちゃ打ちにくい。上がんのこれ。おー、うまい。お、いいとこ。完璧。すごい。イエイ。バンカーが怖い。9番で打ちます。ちょっとポップしちゃったけど。お。あ、よかった。ブレーキかかっちゃったね。よかったです。ちょっと救われました、今。ナイスです。最後なんかパーじゃないの？パーです。だよね、ツオンだもんね。やったな。本当に決まったな。ちょっと数ミリ。あ、切れたか、切れた切れた。あ、やばい。そんなにいっちゃう？ナイスです。ボギーかな。ナナエさん の、うん、あのチャンネルの方でナナエさんがコンペをされたことがあるっていうコンペの話をさせていただいたんですけど、うん、はい、あの春に私もコンペを開催したいなっていうふうに思っていて、うん、マリンカップ。いいねいいね。開催をしたいと思っていて、ナナエさんがこれまでにこう参加したコンペだったり、ナナエさんのコンペでなんかこういう企画があって面白かったよみたい な、 あ、なんかそういう企画とかイベントだったりってなかったりしましたか？私のコンペでやって結構好評だったのが、はい、一つはその都内 の、 なんかその バーがゴルフ場の茶屋で1日そこがそこのバーになるみたいな感じでイベントやってもらって、なんかまああのカクテルとノンアルコールカクテル出してもらって、それがすごい好評で、そう、1人1杯って言ってたんだけどなんか3杯飲んだ人とか言って美味しいとか言ってすごい大好評だ。私のコンペやった時は私は回らずに、はい、なんかその来てくれた人とみんなと話したいなと思って、自分がニアピン対決やってた。でも一ホールに立ってて、はい、絶対全員と会える、話せるっていう、っていう風にやってた。なるほど、何組ずつやるの？何組で
まあ、とりあえず 3,4 組で、うん、そしたらなんか何ホールかずっとね変わっていくとか。ああなるほどね、うん、おー確かに。そしたら結構皆さん全員とお話できる ね。そう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 、多分みんな回りたいじゃん。回っていい。 元気だな。それやりたい。うん、名前さんアドバイスをちょっと活用してみてください。リンコンペちょっとそうですね、3,4 ホールずつ回れたらなって思います、うんうんうん、はい。ナエさんももしかしたら、うん、ナナエコンペをあ、ね、今年はできるかな、うん、と思ってます、うん、その時はぜひ皆さん応募して参加してください。はい、では次のホールいきましょう。はい、はい、ロングだ、ロングパー5ですね、うん。コースなりに、あ、大丈夫そう、大丈夫、ナイスショー、ありがとうございます。よかった。うん、ナイスショー、綺麗、完璧、いいとこ、いいとこです、ナイスです。すごいですね、ナナエさんのドライバーの、うん、鮮やかさがすごい、かっこよすぎる。やっぱさっきみたいに18ホール全部やっぱうまくいかなくて、まあ間違いだから当たり前かもしれないけど、でもなんかフェアウェイキープ率がすごいですよね、ナナエさん。かっこいい。ドライバーそう、あ、でもそうか、ドライバーはあんまり曲がんないかも。本当ですか。ナナエさんの一番得意なクラブは何ですか。ドライバー得意はあのね、パター。パター、パターライブでこんな人踏むのにすごい。そう、パターは割と得意かも。得意っていうのもなんかパターってあんまり練習しなくて、はい、すごい、それであのパタパタ入ってる。この辺ですかね、はい、この辺かな。あれと私がもちょっと待ってた、うん、いや怖いな。おお、よいしょ。嬉しい。あ、いい感じでした。よかった。ありがとうございます。3番ウッドです。うん、大丈夫、OK。アイアンが上がってますね。バンカー入れちゃいました。106、もっと9番アイアンですね。これはちょっと難しいな、本当に。よし、行きます。うん、うまい。なんとかありがとうございます。
行きまくり。ということで、リンゴルフ恒例のファッションチェックしていきたいと思います。じゃあまず七重さんのファッションチェックを、はい、私は今日アディダスのコーディネートです。かわいい。ちょっとやっぱ今日寒いと思ってダウンスカートにしたんだけど、意外と暖かかったそうみたいな。意外と日差しが強くて嬉しい。 でも真冬は結構ダウンスカートばっか履いちゃってて、でトップスもアディダスのなんかコールドレディっていうシリーズなんですけど、これが薄いけどすっごい暖かくて、へえ、だから今日は寒いと思ってこれにしたんですけど、いいなんか前半ほんとちょっと暑いぐらいでした。すごい。で帽子もダウンの帽子、やっぱ耳とかが寒いから冬は、そうですね、耳が隠せる帽子です。めっちゃ可愛い。この帽子もあるだし。あ、そうそう、これもあれ、本当フルコーデだ。そう、今日本当に防寒対策コーデしてきたの。そう。マリーちゃんは、はい、私はですね、このトップスがおニューなので、うん、これをどうしても着たくて。とルコック、これディサントですね。はい、可愛い。これに合わせたコーディネートにしたいなと思ってこうしてみたんですけど、なんかこれ実は以前キャメルさんにお世話になった時たまたま履いてたスカートで、でなんかすごいあの DM とかでもどこのやつってコメントくださったんですけど、すいません本当にこれのブランドが分からなくて、タグが私が切っちゃってて、でめっちゃ昔に買ってたのでちょっとどこのかが分からなく、セットアップかと思ってた。あ、本当ですか、うん、嬉しい。そうなんですよ。でなんかサンバイザーなんですけど、あったかそうに見えるようにモコモコにしてます。はい、冬ならではね。冬ならでは、うん、でもやっぱニット方いいですよね。そう、なんか私結構そう髪の毛も下げてると寒いから、寒い首からきます。冬は結構キャップ派なんだよね。かわいい。はい、ということで私たちのコーディネートでした。では行きましょう。はい、行きましょう、はい。長いんだ、ここだった。長いですね。うん。お、止まって。大丈夫。なんで？うん、大丈夫。はい、セーフ。うまいよね。ありがとうございます。いや、ナイスドドだよね。完璧すぎる。でも今日いい感じ、ほんとドライバー安定してる。完璧。なんか最近使い出したドライバーすごいけど。何使ってるんですか、ドライバー。これね、シムグローで、はい、テーラーの。おお。なんか M ボール使ってたんだけど、はい、なんか M ボールよりも M ボールって結構捕まりすぎるらしいんだけど、はい、そう、それは軽減されたのがこのシムブローレって言われて、すごい、本当にいいかも。七重さんにバッチリ合ってますね。そう、合ってる合ってる。すごい、素晴らしい。いきます。はい、距離もね、めっちゃフックは、なんかアイアン塗り、そこの方が失礼します、うん。おお、距離出てる。とんでもショット出ました。とんでもショット。とんでもショット。とんでもショット出た。
怖かった今の人殺しそうな方でした。でも本当ありますね、さっきまで同じぐらいで3番打って綺麗に当たれば、わあやばい、大丈夫かな、え、あれバンカーじゃない、いやまた28ヤードですね、ピッチングで打ちます。止まる。残り3ホールはね、はいはい、2人でベストボールとかちょっとやってみようかなと。いいですね、楽しそう、やりたい。バーディー目指さないとね。そうですね、そうですね、罰ゲームが、え、罰ゲーム山ちゃん好きだよ、罰ゲーム